いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。はじめまして、こんにちは。ゆっくりくるるです。ゆっくりハリスです。今回から、ファイナルファンタジー5の縛りプレイをやっていきます。今回は縛り内容を紹介するぜ。縛り内容はこちら。プレステ版、ファイナルファンタジー5のオープニング映像と被ってるぞ。気にしない。もうちょっと、表示したら？大丈夫だよ。ストップの魔法、使えるでしょ？使えるの？そだよー。時魔導士をジョブマスターした人は、0コンマ1秒も逃さないんだから。1秒どころか、0コンマ1秒まで？すげえ。ところで、なんで武器屋とか防具屋とか使わないんだ？なんでって、洞窟でも拾えるじゃない？たまに拾えるね。拾えるのに買ったら、もったいないじゃない。ギル減るし。売ったりは？何言ってるの？道具を売るなんてとんでもない。売ったらギルになるじゃん。商人は、こちらが無知だと思って、ふっかけたりするのよ。狼と香辛料で見たもん、勉強した。それに、その時いらなくても、後から何かに使えるかもしれないし。片付けられない人の典型じゃないか。大丈夫ジョブ、魔法は買うから、ね。すっげー心配なんだけど。それでは、主戦度と、ゆっくりくるるの、ファイナルファンタジー5。ゆっくりペースで頑張りますので、応援よろしくな。そういえば、タイトルに俺の名前なくね？気にしない気にしない。さーて、とりあえずオープニングとストーリーを簡潔に説明していくぞ。字幕はないが、依存ないよな。いきなり倍速だが、依存ないよな。風の様子がおかしい、とか言い出したタイクーン王は、娘、レナにフラグを立てながら様子を見に行く。この時レナは、胸騒ぎを覚えるが、特に行動は起こさなかった。その頃、俺は子分たちと、海賊火曜に勤しんでいたが、風が止まったことを少しだけ気にした。じいさんは、まあ、落ち着け。レナも、落ち着け。風の神殿に来たタイクーン王は、なんとなくクリスタルが砕け散る様を綺麗だなぁと、任せられるか。ここでバッツさんの登場です。親友のボコと一緒に旅をしていたところ、隕石に遭遇。ヤジ馬根性丸出しで、様子を見に来たついでに女の子を救出。話を聞くと、女の子は突然降ってきた隕石のせいで、気を失っていたところ、モンスターに連れて行かれそうになったとか。丁寧にお礼を言って去ろうとする女の子を、なぜか引き止めるバッツさん。そしてバッチリなタイミングで助けを求める声が、宝を回収しつつ声の元へ。おじいちゃん。なぜか私のおじいちゃんが倒れてました。記憶喪失のおじいちゃんと、少女レナは、風の神殿へ向かい、僕に怒られたバッツさんも風の神殿へ行くことに。なんだかんだで、海賊の船を拝借、しようとして見つかり、レナが王女とか言ってたけど問題ない。おじいちゃん。ファリスも何かしら思うことがあったらしく、風の神殿へ向かうことに。シルドラタンかわいいよ、はは。とまあこんなとこがあらましでした。次回からは主戦とが実況します。任せろ。俺のルールでお前らをクリスタルニヤング弁当食べ放題だぜ。クルルとファリスは本編で活躍します。では次回、お会いしましょう。どうもこんにちは、早速ですが縛り内容の説明から。
その1の理由としては、最終的に最強武器は拾うものだから、最終的に最強防具も拾うものだから、最終的にエリクサーが最強だしそれは拾えるから、というものです。その2は、ただでもらえるならそりゃあもう、多少の犠牲は致し方ないっていう感じですよね。その3は、ジョブ縛りはよく見かけるのでもういっそ全部マスターしちゃえばいいじゃんって思いました。いてぇ。見知らぬじいさんに目隠しで連れて行かれた館に侵入を拒まれましたね。とりあえずいただけるものはいただきたいのでもう一度入ります。あ、買い物縛りをしてますが、魔法は買っていきます。ジョブマスターしたいですからね。縛りが緩くてほどけそうかもしれませんが、私は M っ子じゃないので、縛りプレイ初めてなんですよ。初めてを免罪符にするつもりはありませんが、自分の力量さえ見極めないうちに失神するほど強く縛るような無謀なことはしたくないのです。あと、ファイナルファンタジー5は、昔クリアして以来、久々にプレイするのでもしかしたら何かしら見落とす可能性があります。で、今わざわざ買い物しないくせに店に入った理由は、ハリスの、俺も、が見たかっただけです。仕方ないね。魔法屋さんでは買い物をします。これ、積んでくださる？街に入った時は加速を利用しますが、雑魚戦はカットしたいですね。あくまで希望論です。それに個人的に倍速音楽好きなんです。きっと私みたいな人もいると思うので、名曲をゆっくり聴きたい方は、CD を借りるか買うかすればいいと思います。酒場ではゆっくりしたいですよね。お色気大事。ちょっと触っただけでピアノが上手くなっていく、バッツは天才かもしれんね。見たかったイベントも見たことですし、さっさか進みましょうかね。RPG って、イベントを見るか見ないか迷いますね。でも最終目的はクリアなのでイベントも重要ですね。イベントは襟好みしてみることにします。ギルちゃんとか大好きなんできっと丁寧に見ます。でもギルちゃんなので倍速にするかもしれません。好きだからこそです。風の神殿の1階は、
敵が出てきません。そして体力魔力ステータス異常戦闘不能を回復するツボがあります。ただなので活用します。今後超活用します。ただだから。戦闘はカットしますけど、装備のチェックは欠かせませんね。なんでじいさんだけ素手なんだよ。戦闘カットするならダンジョンも歩くだけだしカットでいいんじゃね？って思いましたけど。下りそうになったらアイテム回収してるとこ以外はカットしますかね？セーブしました。ファイナルファンタジー5の最大の魅力は、ジョブチェンジですよね。でも、アイテム回収目的の戦闘で、いくつかのジョブはお披露目することなく、全カットされそうです。っていうか戦闘自体カットですよ。クリスタルのかけらを手に入れたら、雑魚戦も少しは入れていきましょうか。特に苦戦してるやつとか。だいぶため取りしちゃってるし、後戻りなどできませんけどね。来た？これでじいさんがやっと使い物になるぜ。BGM が不自然にならないなら、長いロードもカットするんですけどね。高価な羽を拾ったぜ。もう鳥の羽全部蒸しって持って帰りたいわ。フェニックスの尾は大変高価で貴重です。なかなか落としません。最初はほんと、死なせないのが目標になっちゃいますよね。いやー、最初だけは見とかなきゃですよね。あとはもういいです。やっとコサクリスタルを手に入れることができますね。次回からが本番です。ファイナルファンタジー5を知らなくて、ストーリーをしっかり知りたい人は自分でプレイすることをおすすめします。今ならアーカイブもあると思いますし。クリスタルの戦士は次世代に丸投げですよ。4人の戦士とか勝手に言われても、やるなんて一言も言ってないのに。もともとは女の子とじいさんが心配で送りに来ただけですよ。もう、ゴールしても、いいよね。あ、そうだ、この動画のタイトル、シュセンドとゆっくりくるるのって言ったよな。あれは嘘だ。クルルはどう考えても、スタンバイが忙しいんですよ。っていうか私主戦闘じゃありませんし、買った武器が後のダンジョンに置いてあったら悔しいだけです。っていうか最終的に最強武器はお下がりです。
さて、ジョブは全員青魔導士にします。ラーニングから覚えます。一人一人のデザインも違うので、それを眺めるのも楽しいですよね。そろそろお別れの時間です。ご視聴ありがとうございました。また次回、あったら、よろしくお願いします。バイバイ。どうもこんにちは。まさかの失踪しないでくださいコメントで驚いております。失踪しなきゃいけないほど縛った覚えはありませんので、ご心配なく。この屋敷でイベントを一通りこなしたら、アイテム集めのついでにラーニングを覚えます。ゾックって何なんだろうな。レナとなんで知り合いなんだろう。タイクーン王は運河の管理人とも仲良しだったのかね。嘘っつ。こっから個人的名曲が聴けるので、ゆっくりご視聴ください。もちろん倍速で。じいさん怖えよ。ハリスは酒場で寝てるのかな。はあはあ、はあはあ、ハリスタンかわいいよいいよ。はあはあ、はあはあ、寝顔見たいよ。ハリスタンの枕くんかくんかした。うへえ、樽で深海ダイブするとは思わなかった。ハリスはすごく慕われてるねー。そして聞き分けのいい子分たち。さて、4人での冒険です。あの海賊たちはどうやってアジトに帰るのでしょうか。すごく、気がかりです。彼らは旅の始まりに何を思うのでしょうか。そして何を目指すのでしょうか。すべては語っているはずなのに、どうしてだろう。ちっとも頭に入ってこない。いいのです。理由はわかりきっている。加速のせいだ。そうに違いない。私は悪くない。Way don't you do your best。ってことで、ラーニング覚えつつアイテム回収しますよ。はーい、いきなり戦闘です。前回のステータスと比べると、ちょっとだけ上がってると思います。ここまで目当てのアイテムが出なかったから仕方ないね。はい、ということで、エリクサーをたくさん集めたいと思います。今の平均レベルは5です。アイテムがどうなっていくかも見どころですよ。まあまだそんな変化しないと思いますけどね。1時間ちょい経ちました。レベルはまだ12ですね。とりあえず1回海賊のお宝をいただきに行きましょう。現時点でエリクサーは7ですよ。10個は欲しいなとか軽い気持ちでやったのが間違いでした。まずあのくねくねしたやつが出てこないっていうね。さらに3匹同時に出てエリクサーなしとかね。最初の3つはあっという間だったのにな。その後が出ないこと出ないこと。飽きたからお宝奪いに来たわけじゃありませんよ。ラーニングを覚えて一区切りついたからですよ。そしてこれから何をするかというと、とりあえずこうなりました。20個もあやー十分船の墓場くらい攻略できるでしょう。
ってことで、運河ですね。もらった鍵を使って通過しましょう。俺、この運河を無事渡り切ったら、エリクサーをカンストさせるんだ。はいはい、フラグフラグ。ロブスターを美味しくいただいたところで、渦から脱出です。さて、ここでシルドラタンとお別れです。シルドラタンは召喚獣になるための修行をしに行くのですが、ファリスが寂しくてごねております。この船は、シルドラタンが動かしていたので、漂流なう。もしこのまま何日も漂流することになったら、クリスタルは全部割れますね。風は闇？あ、もう吹いてないか。光もなく冷たく暗いじめっとしたドロドロな大地で。人々は何を思い、考え、何を糧に生きていくのだろうか。何を食べて生きるのだろうか。むしろ生き残れるのだろうか。とまあ取り留めのないことを考えながら、次回、船の墓場でトレジャーハント、セイレインのお宝世界地図、魂を奪ったと思いきや奪われたのは心。鮮血に染まるフレイル、乞うご期待。予定は未定ですよ。ご視聴ありがとうございました。おやすみバイバイ。どうもこんにちは。今回はアンデッドのスクツです。今回も比較的戦闘は楽々なのでカットしていきます。ここでは世界地図も手に入るし、エリクサーも手に入ります。あとすんげー大事で楽しいイベントがありますぐへへ。そういや家に、ファイナルファンタジー15年の奇跡っていう本があるんだけど、ファイナルファンタジー5が発売された年に何があったかを見たら、コギャル現象とか書かれていました。コギャルはどうでもいいんですよ。本をちらっと読んでいて思い出したことがあるんです。このゲーム、オメガと親友出てくんぞ。あ、ギルダやったー。ということで、オメガや親友もゆくゆくはやっつけたいですね。チョコボの不思議なダンジョンに出てきたのはやっつけたことあるんですが、あれ求めた知らずにやってたんですよねー。ファイナルファンタジー5では見かけたことはあっても戦ったことはないので、頑張ってみようと思います。来た、ついに霊の部屋だ。
自分の感覚がおかしくなかったと気づいたバッツは、そりゃあもう安心したことでしょうね。さっきのイベントで思ったことは、アリスは晒しを巻いていて、それを見られてしまったのだろうということ。あと、慌てて飛び出してきたレナは、きっと中途半端に衣服を羽織っていたであろうということ。画力があれば妄想を形にできるんですけどね、ははは。モンスターがなかなかアイテムを落としません。気づきたこれ。まあ、あまり使いませんけどね。あれ？この先もしかして。あ、フレイル取り忘れてる。到着、長かったぜ。さて、無事手に入れたことですし、ボスまでまたカットです。また船沈んでるよ。ボスもこのまま加速しますよ。ってことで、船の墓場攻略しました。次回、飛竜を手に入れるか、手に入れないか、どっちかです。お時間がありましたら、また見に来てください。ご視聴ありがとうございました。おやすみバイバイ。どうもこんにちは。前回船の墓場を攻略したとこからです。よくよく考えたら、このゲーム、今現在積んでるんですよね。だからなんだってわけじゃないですけど、苦戦する場面も出てくるよって話がしたかったわけです、はい。勝った勝ったー。おお、バッツさんレベルアップおめでとうございます。
ここの敵点と落とすぞ。アイテムを買わない方向で進めてるじゃないですか。でも、アイテムを使わないわけじゃないんですよ。ただね、集まる当てがないアイテムを使うのがもったいないなーって思ってるだけです。で、優先順位があるんですよ。今この中で一番高価なのは、フェニックスの尾なわけですよ。フェニックスの尾を使いたくないゆえに、仲間を死なせたくないわけですよ。わかります？と話してる間に、魔法を購入しました。ここは港町です。が、風がないので船が出せません。町の人も嘆いております。邪魔だよお兄さん。海がダメなら、地底だ、ドワーフが住んでるはずだ。手漕ぎとかで行けないもんなのかね。4人じゃ無理でも、町の人全員でオール漕げば大丈夫じゃね。ダメ？ダメなの？ああそう。そういや、幼少期にピアノとかエレクトーンとか習ってた人は、タイピング上達早いらしいね。右と左が違う動きしても、順応できるからだとか。すべての人がってわけじゃないと思いますが、そういう説もあるぞという話。今ちらっと、マスターのへそくり奪わなかったか？秘密の通路が見えてるのは、シーフのアビリティのおかげです。有力な情報をゲットしましたね。比喩を探しに行きましょう。泊まるわけじゃないですけど、アイテムないかなと思いまして。いいえ、私、決して怪しいものではございません。いや、探ししに来た盗っ人ではございませんの、勇者でございます。あら、勇者なら仕方がないですって。そうですわよねー。ご理解いただき感謝いたします。それではごきげんよう。久々のアイテム欄チェック。チェックが終わったら、さっさと山に行きますよと。到着です。ここを何も考えず登っていきます。ひたすら。もちろん回収しますよ、宝を。高価なアイテムが、今一番高価なアイテムが入ってる。レイズが来るまでの辛抱ですよ。宝箱で思い出したんですけど、初心者の館の宝箱一つ開けなかった理由は、別にゴブリンと戦わなくてもいいかなーって思ったからですよ。一人旅してる人は絶対残すと思いますけどね。私は余計なものは買わないだけですけど、一人旅も楽しそうですよね。やろうとは思いませんか。ダンジョン RPG が好きで、ジョコボとかすんごいやってたんですけど、あれはきっちり終わった感がなかったですね。なんていうか、エンディングはあるんだけど、まだ終わってない芸能負けが消化不良を引き起こしたっていうか、RPG の大半は、エンディング終わったらもう終わりじゃないですか。エンディング見終わった後リセットしなきゃいけないで、続きからを選ぶとボス前とか、そういうのがちょっと悲しいです。武神みたいな、終わった後も楽しめるやつとか、むしろ終わった後が本番な白騎士とか、好きですけどねー。基本的に RPG って、長いんですよ。だからこの動画もパート数が偉いことになりそうです。ちょっと、ワクワクしますよね。そろそろイベントですね。
みんなのことも評価してあげて。ガラフ？もったいないからこのままで。大丈夫、飛竜さえ手に入れば、風の神殿で生き返り放題だぜ 100%。 経験値？アビリティポイント？それってギルより価値があるの？さあ、飛竜ゲットです。すぐお別れの運命ですけどね。風の神殿に立ち寄るのにものすごい活用しますよ。風の神殿には回復の壺がありますからね。忘れてませんよ。ガラフのために風の神殿のタダで利用できる回復の壺のとこに来たんですからね。ってことでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみバイバイ。どうもこんにちは。今回は水のクリスタルを破壊にじゃなかった、守りに来ました。ここの王様はとても慕われておりますね。ちょっと思ったんですけど、クリスタルって王様の所有物なの？各クリスタルをどっかの国王が管理してるのはなぜなの？クリスタル管理人がいつの間にか偉くなってて国を築いていたの？すいません魔法ください。あと私の疑問に答えてください。通常プレイだと召喚獣はまだ必要ありませんね。無理して買う必要ありませんよ。私はおギル持ちなので買いますけどね。さあって魔法も買ったし、サクサク行きましょっかね。今回も戦闘楽勝だぜ100%。ガルラだろうがなんだろうがかかってこいやー。ってことにならないようにしないとです。いつもコメントありがとうございます。ところで、バグ技の話題が出ておりましたが、アイテム増殖バグの存在を知りませんでした。知ったところで使うつもりはありません。アイテムが増えたところでギルは増えませんからね。第二世界まで取りダメしてるし、今更感半端ねえっす。もしデータが吹っ飛んだらどうすんだっていう恐怖もありますけどね。いえいえ、フェニオだー。城のアイテムを取るのはまだいいとして、隠してあるギルってこれ。兵士のへそくりじゃないか？このギルを隠した兵士の故郷には病気の娘がいて、その娘のために少しずつ貯めていたギルじゃないのか？マリア、お父ちゃん、頑張るからな、頑張るからお前も頑張るんだぞ。お父ちゃん、私頑張るよ。とかなんとかいうハートフルファミリードラマじゃないのか？もしそんなドラマが繰り広げられているとしたら、私は、このいただいたギルを使わずに取っておく。あ、やっぱ大事に使う。魔法とか買う足しにする。そして世界を救う。マリアのために。マリア？誰それ？大体へそくり作るような兵士にそんなドラマがあるわけねんだよ。大方の宮台を神さんに取られたくなくて隠してんだよ。誰だよ、ハートフルファミリードラマとか言い出したやつ、ぷぅ。と、そろそろ用意もできましたし、イベントですわよ。
はい、よくわかりませんでしたね。王様は、民と自分が豊かに暮らしてるのはクリスタルのおかげなので、クリスタルへの負担なんか知るか、私のために働け、とおっしゃっておりましたが、突然空からを、隕石が降ってきましたね。じゃあ隕石、見に行きましょうかね。こちらが隕石です。通り過ぎました。ボルスの投稿役中ですが、もう一つ縛り内容に関するコメントいただいてるのでお答えします。ジョブ上げ目的の戦闘はしたくありませんが、ラスボスまでに間に合いそうになかったら仕方なくやります。アイテム集めの時、同じジョブばっか使ってアビリティポイント無駄にするのももったいないので、その時は一緒にあげます。その方が、バグなんぞ使っとらんわ、っていう証拠になると思いますしね。さーて、頑張るぞ、ガルラ。これ、倍速なんだぜ。倍速でこれだけの間があるんだぜ。でもいいの、テントウとステキがどこにいるのか知ってるし。テント。全然エンカウントしない。このままクリスタルルームまで行けば、ラッキーだな。テント使わなくてもよかったかもしれない。エーテルだ。やったー、エーテルももったいなくて使えないアイテムですよまったく。さて、戦闘前にアイテム確認などなど。全員魔導士で攻めます。勝ちに行きます、ガチで。なんか楽しそうだな。イヤーガルラは強敵でしたね。ってことで、無事クリスタルの破片を回収できますね。あれ？目的が違う。まあいいや、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみバイバイ。
特攻。そろそろ戦闘も苦戦してきたし、前回エアロ使った時気づいたんですけど、ラーニングの様子映してないじゃんって思ったので、雑魚戦も映すことにしました。次の目的地、カルナックには火のクリスタルがありますね。早速砕きにじゃなかった、守りに行きましょう。あ、こんにちは。その前に対空に行ってみましょうか。今回霊夢たちはって聞かれたような聞かれてないような記憶があるんですけど、最近遊びに来ないんですよね。暑かったからかな。冷凍庫にアイスを常備しなくなってから見てませんのよ。冷凍庫にアイスを常備すると、妹も意味なく寄ってくるんです。アイスマジかねーっす。大空に行くまでをカットしようと思ったんですけど、なんとなく残しました。最初だし、ほら、ね、うろうろしてるのはホラーの、地図の存在忘れてたっていうか、迷ったんだよ、こんちくしょうが。はは？無事着いたぜさて、あの時どうしてファリスもレナについてったのかがわかりましたね。ってペンダントの下りカットしてるんだった、ははは、畜生が。予想外で驚くかもしれませんが、私、ファリス大好きなんですよ。でもほら、皆様の前では平等にキャラを愛さねばならないじゃありませんか。この愛を隠しながらのプレイ、グー。いけませんお嬢さん、私にはファリスという愛する女性が。あ、レナ？レナに言ってたの？ふーん。隠し通路から財宝を奪いに来ました。いろいろいただきましたが、わざわざ待ち伏せてまで丁寧に渡された癒しの杖は、ま、いいや、今は何も言うまい。さーて、いただくものいただきましたし、イベントも見ましたし、次に進みますか。飛竜じゃいけない場所なので、隕石を使います。どういう仕組みか知りませんが、隕石で行けるみたいです。じゃあ隕石まで4倍速で、倍速に慣れちゃって、最初からこんな曲だったかなっていう錯覚に陥り、久々にプレイすると遅くてかなわんっす。はい到着。ここで飛竜さんとはお別れです。グッバイまた会う日まで。セーブしました。隕石に入れる時点でこれはもう人工物ですよね。ワープって言葉がいきなり出てきたガラフもガラフですが、何の疑いもなしに後に続いた姫も姫です。何事もなかったかのように到着。
こっから戦闘もノーカットなので、6倍速です。ゲームの BGM は短いループが多いですよね。短すぎるループはネタにされがちですが、某ゲームが熱心に乗るほどのロング BGM らしいんですよ。聞いてみたいです。FF でそんな BGM にされてもどこで使うねんってなりますけどね。ちょっとうるさいので BGM 変えましょうか。うん？なんで6かって？好きだからですよ。なんで倍速かって？せっかくだから、いいでしょ？好きな BGM を倍速にして、作業用にしてます。作業用 BGM 探しても倍速ってなかなかないですよね。探してるのにな。私の好きなゲームの BGM がないってだけですけどね。どうでもいいですけど今すっげーチョコボやりてー。倍速 BGM をアップしようか迷ってた時期が私にもありました。2番戦士が怖くてやってません。ま、探せばありますよね。探そう。欲しい CD が増えてきました。そろそろ買わないと欲望が追いつきませんよ。アビリティで、調合、手に投げ、などありますが、調合は許せる。拾えるアイテムを使うから、だが手に投げ、てめえはダメだ。だって、アイテム使っても効力が残ってゆくゆくは損を防ぐことができますけども、手に投げたらなくなっちゃいますよ。何も残りませんよ。ダメージ？何それ？私の心のダメージの方がでかいですよ。金額と比例しますよ。アビリティの投擲もあんまし好きじゃありません。強いですし敵が落としますので集めようと思ったら集められますけど、そこまでしてそんな高価なものを投げたいかといえばそうじゃないっていうか、忍者好きですけど技が財布に優しくない。侍は論外ですよ。銭投げとか何考えてんだ。チーフは優等生ですよねー。盗むとか、ブンドルとか、盗むとか、ブンドルとか。今回、プレステ版ファイナルファンタジー5なので、追加ダンジョンやジョブはありません。追加とか何それ美味しいの？って感じですよ。財布を守りつつ世界も守れたらいいんですよ。おやおや、そろそろ街に着きますね。セーブしました。ここに初めて来た時は、火事だ、って遅れだったのか、って思いましたが、街の人は普通でした。勧誘が鬱陶しいから壁作りましたてへぺろ、とか、もう私たちの話も聞く気ないですよね。国税で無駄なもの作るぐらいですからね。これで姫の話聞き入れたら女王はどんだけ若い娘が好きなのかと。ファリスか？ファリスが目的か？日のクリスタルの増幅をやめる代わりに、あなたが私のおもちゃになるのよ。うふふふふ、みたいなけしからん展開に。自重だと？私が自重したら何が残るってんだ。何か言ってください。了解了解、進めますよっと。一応見とかなきゃかなと思ってね。さて、壁が邪魔で次にはいけません。女王とも話ができません。火力船にも乗れないので、増幅装置を作った人とも会えません。どうしたらいいでしょうか？ 1、ボムを連れてきて壁を爆破させる。2、ボムを連れてきて城を爆破させる。3、ボムを連れてきて火力船を爆破させる。チッ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 。正解は、全部試す。でしたー。細けい答えいいんだよ。武器屋の親父ならゴムの居場所くらい知ってんだろ。聞いてみようぜ。やべ、バレた。しかも濡れ衣だし。うわぁ。それでも僕は、やってない。
さて、皆様こんにちは。今回は火力戦を攻略していきます。このじいさんは、この時から他力本願ですよ。さて、今回はダンジョンになりますが、雑魚戦どうしましょうかね。相当なボリュームになるわけですよ。イベントもないわけですし、事件でもない限りスーパー加速タイムでいいと思うわけです。とりあえず、装備の確認しましょうね。革製品ばっかりです。許容範囲ですね。では、BGM 差し替えつつ、ハイパー加速タイム始まるよ。今回は白騎士攻めにしてみました。クルーダスとサントはあまり戦いたくありません。見てたらわかるんですけど、目くらまししてくるんですよ。目薬必要になるような攻撃ばっかしてくるんですよ。目薬とか、使いたくないよ。アーモンホラ3人もサングラスかけてますよ。マジ勘弁ですよ。間違えて敵を回復する始末、まあこんくらいいいですけどね。増援が来ましたよ。厄介です。戦闘不能になってから生き返らせても、なぜか暗闇も継続されているので、一回死んでこい戦法は効きません。しかしこのままだとボスは魔法オンリーになってしまいます。ではどうするのか。そう、テントです。テントで休むと、目も休まるのか、暗闇が回復します。テントを使うことは惜しくないのか、というところが問題ですが、多少惜しい気はしますが、あれは敵が落としますし、落とす場所を知ってるのでいいんです。時には逃げることも大事だと思います。アイテムも回収してサックサック進みましょう。火力戦の内部だというのを忘れそうになるほど複雑で迷いやすいダンジョンですね。迷ったわけじゃないんですけど、そう思います。装備を拾ったらすぐ整える。装備しないと意味ないですからね。アイテム欄をたまに眺めてますが、8倍速なのでわかりづらいですね。一時停止できる方はそうしてください。できない方はまあいいでしょう。主戦闘じゃありません。倹約家です。そうそう、そういうタイトルにしようぜ。ちょいひどくね。そんなこんなで中間です。テント使いましょう。テント、ここは謎解きというほどでもないですね。レバーを操作しつつサクサク行きましょう。今さらですが、ポルターガイストさんは、癒しの杖でダメージ食らいます。逆に氷系で攻撃すると回復します。属性によっては大ダメージを与えられたり、回復させてしまったり、覚えるのが大変そうですが、ライブラで一発チェックできるので最初に使うと便利ですね。そろそろボスなのでジョブや装備を整えましょう。さてやってまいりました、女王様との戦いです。リクイドフレームと名乗る女王様の炎の影とバッツたちは果たしてどのような戦いを繰り広げるのでしょうか。何してんだよレイム。何か？じゃねえよ。今回レイムとマリサの出番なしだって言ったでしょ。このボスは形態によって攻撃方法を変えてきたり、弱点攻撃が変わったりします。仕事熱心だな、こんちくしょうが。だって、久々に遊びに来たら楽しそうなことしてるんだもん。なんでゆっくりも混ぜてくれないの。まあ、いいや、マリサは？置いてきたんだな。マリサはそのうち来るわよ。実況しようよ。はいはい、わかった。そこ邪魔だからこっちに来て。はい。渦だと回復するよね。
そうだね。手だと巻き攻撃が鬱陶しいですね。人型だと全体攻撃してくるもんね。霊夢さんなかなか詳しいですね。何そのいきなり敬語気持ち悪いよ。あっはっは、何をおっしゃるんですか。いつも通りの私じゃありませんか。店の人いないと思ったら、そこで字幕やってたのか。ネズミ様は私目のために補足をしてくださってるわけですよ霊夢さん。キモい。なんか超必死なのがキモい。くそ、その字幕エンコミスで潰れっ、てじゃあ、ハリスがここはケチってる場合じゃない、回復しないと間に合わないな、なんでアイテム使うだけなのにそんな血の涙を流しながらやってるんだ。倹約家だってば。ところで、霊夢さんは縛り内容ご存知ですか。え、縛りプレイだったの。何縛ってるの。ズバリ、買い物縛りです。魔法しか買いませんよ。ああ、だから主戦と倹約家ですよ。霊夢さんに私の代わりが務まりますか。あー無理無理、すぐ新しい武器買いたくなるし。でもマリサはできると思うよ。え、最初からそういう制限プレイだって決めていたら、それを実行できると思うよ。そんな目で見るな。大丈夫だ、大丈夫だよ。ここまでついてきてくださってる視聴者さんがたかがダブルクリームのまんじゅうごときに釣られて私を捨てるはずがない。どうだろうね、ゆっくりってば可愛いから。うわーん、悪魔だー。悪魔がここにおる。そう、ですね。戦闘中は字幕ばっかでしたが、喋ってみると脱線ばっかりですな。敵の説明をもう一度しましょう。人型の時は氷が効きます。手の時は属性攻撃が効きませんし、巻き攻撃をしてきます。渦の時は自分にファイラで体力回復します。主な攻撃はブリザド系になりますが、まだブリザが覚えられないので氷のロッドを投げると有効みたいです。カルナックに売ってた気がするので、そこで買えるだけ買いましょう。私は絶対投げませんし買いませんけどね。敵がどの形態の時に倒したかによって、落とすアイテムが違います。人型だとカトンの術、手だと炎のロッド、渦だと炎の弓矢、ロッドか弓矢が欲しいですね。低レベルクリアの人は迷わずロッドでしょう。私はロッド投げないので、弓矢でもいいですけど、カトンの術だけはいりませんね。やっと倒しました。弓ゲットですね。女王が正気に戻りましたが、クリスタルは間に合うのか。間に合わないだろうなぁ、間に合わないんだろうなぁ、クリスタル砕けちゃうなぁ、大変だなぁ。よし行こう。
どうもこんばんは。今回はゆっくりが実況します。よろしくね。ほい、再発見ほ。なに？よくわからないよ。はあへ、これほしどうは。今回は制限時間内に、一番遠いとこのエルフのマントとマインゴーシュ、途中のリボンを確実に取っていきます。知る、ほせほしるは。ていうかうっさい、マリサー、マリサー。おいっす、マリサだぜ。それ捨ててきて。はえ、マリサはん、うお。さっせへん。ただいまー。おかえりー、大丈夫だった？うん。どうかなー、いついかなる時もロングコートな人の目の前に落としてきたから大丈夫じゃないかもしれない。ところでこれって、縛りプレイだよな？そうよ。だからマリサを呼んだんじゃない。うん？私は制限とかやったことないぜ。努力家のマリサだったらいけるかなぁと。ああ、霊夢はゴリ押しが多いもんな。そういうのいいから、ほら。エルフのマントゲットを、これから重宝するアイテムです。エリクサーはまあいいとしてさ、ギルは基本的でないから取れるんじゃないか？なんでわざわざ取る必要があるのさ、時間ないのに。なんで小声だし、買い物しないだけだから不正じゃないよね。え、違うの。高がば500バー目指さないの。目指さないね。なんだ、てっきり初っ端から間違えてるかと思って焦ったぜ。なんつうか、ぬるくね。それ言えるの今だけだからね。これ、宝箱全部取っても余裕じゃね？全部取ったらギリ間に合わなかった。昔やっただけだから、今できるかもしれないけど、やろうとは思わないな。あ、そう、じゃあいいか。だいたいエルフのマントやマインゴーシュ取るのだって必死だっつーのに、宝箱 100% とか目指したくないよ。間に合わない理由把握。ラーニングしてるだけ偉いと思うんだよね。もちろんデスクローもラーニングするんだよな。まあね。今回の BGM は、ミンサガゼメなんだな。何を利用してるかなんて興味ないと思うけど、とりあえず切迫したやつ使ってみた。切迫してなくても加速させりゃ切迫してるように聞こえるもんだぜ。いいのいいの。さあ、そろそろ外に出られるよ。エスナも取ろうぜ。そだねー、まだ余裕あるもんね。今さらなんだけどさ。うん？何？なんで乗っ取ろうと思ったんだ？一緒にやりゃよかったんじゃないか？そんな話はどうでもいいじゃないか。エスナゲットしたからお外出るよ。はいはい。
やっと戻ってきたら終わっとるわー。あらおかえり。あらおかえり、じゃないですよ。なんてことしてくれたんですか。代わりに進めといてやったぜ。あっはっは、ありがた迷惑だこん畜生が。私の宝箱を。何の気休めにもなってませんよ。ポーションとか使うことある？気休め程度には。どうせカンストするんだし、売っちゃえばいいのに。何をおっしゃる霊夢さん？道具を売るなんてとんでもない。何のために取っとくんだぜ。いつか使えるかもしれないじゃないですか。やだ。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。今回はここまでだね。ご視聴ありがとうございました。次回はすねたじいさんを立ち直らせます。はい、私は。おやすみバイバイ。ねえってば、私は。どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。結局みんなでやるのね。やぜらしか。早速ですがお買い物からです。魔法だけ買うんだよね。持ちギルがすごいことなってるぜ。まだまだ、こんなもんじゃ安心できませんよ。やったー、レイズレイズー。エニをケチってたもんな。そういや宿代もケチってるもんね。ただで回復できるならそれを利用した方がいいじゃありませんか。宿屋の親父にも家族がいるんだぜ。私が利用せずとも大丈夫ですよ。その、誰かやるだろうっていう考え方はダメだと思うの。そうだぜ、自分がやらないとっていう気持ちで取り組んだ方がいいんだぜ。え、だって。え？じいさんいないじゃん。火力戦かもな。あーそうだね、火力戦行くわよ。お、おう。とりあえずアイテム拾ってからね。って、ロッドだけじゃん。ロッド大事ですよ。チックショーをあのじじいうじうじしやがってー。こうなったら孫パワーを使うしかないぜ。孫パワー？何それ美味しいの？そのためには図書館攻略っすな。じゃあ図書館の前にあれを取りに行こう。それって美味しい？ねえねえ、美味しいの？まあ先にあっち取りに行った方が楽なのでそのつもりでしたけどね。おーし、じゃあ早速向かおうぜ。ミドのとこ行く前に芝ってことかな。芝さんはここにいますね。どうやって行くのか覚えてるのか。珍しいな。やめてくださいよ、どっかの迷子と一緒にしないで。こっちからも行けるけど、危ないので行かない。マジトラウマ。何してんだよ方向音痴。やっぱ無理か。一発で行くなんて無理か。チックショー。いいもん、着いたからいいもん。トードさんチーズ。こいつら問答無用でカエルにしてくるよね。乙女のキッスは一つしかないので、カエルにされたらもっかいトードかけられるまで待つしかないね。え？それって運ゲーにならない？使いますが。一人分しかありませんからね。うん？なんか言った？ここまで無事に着きましたね。あとは芝さんやっつけるだけ。フラグ立てるから。トードさん来ちゃったよ。いいんだよ、思い出したけど一回はくらっとかないと。何を思い出したんだよ。ラーニングだよ、カエルの歌覚えないとさ。芝さんやっつけてからでよくね。あ、か、重ねてかけられればいいんだ。
あれ？治らないよ。もういいや。どうすんのさ、帰る状態でいいんですよ、ラーニングできましたし、いいんですよ。世の中にはカエル縛りというのがあってだな。それはよく訓練されたゲーマーがやってた縛りです。カエルになっても癒しの杖は使えるから、問題は黒魔法が使えないことね。じゃあハリスだけ元に戻しますかね。敵が落とすアイテムですし、しばらくはなくても問題ないですし。いいのかなー、これで積んだら笑ってやろうぜ。よし、行くぞ。これは等速なのね。黒魔同士がいると楽勝すぎてね。あの時と今とでは違うのさ。カエルのままが良かったかもね。別に苦戦したくて縛りプレイしてるわけじゃないんだし、ただただギルがもったいないだけ。乙女のキッスはもったいなくないのか。乙女のキッスは落とす敵が出てきたら乱獲するからいいんです。これ、先に進めて戻ってきてるから楽勝なんだろ？そういうことですよ。癒しの杖おいしいです。縛りないようにさ、武器投げ禁止とか追加しといていいんじゃない？そうだぜ、どうせ投げないんだぜ。縛り内容を表示した時に、文章がたくさんだとめっちゃ縛ってるように見えますし、それいいですね。あと芝だけだねー。丸裸だぜ。こうなるとあっという間ですねー。芝に勝つと召喚できるようになるね。手に入れたぜー。レベル16もあればそりゃ楽勝だろうよ。トード直すには乙女のキスか黒魔法トードしかないんだぜ。エスナじゃダメでしたっけ。まあ試しませんけど。さて次の目的地に行きますよ。ここら辺はすんげー強い敵が出る地帯があるね。砂地を踏まなければ大丈夫ですよ。本当はラーニングしたいんですけどね。うっかり砂漠歩いてトラウマになった人もいるでしょうに。アクアブレスは強力だぜ。まあ、あんま使いませんけどね。青魔法にときめかないだけじゃん。いやそれがね、ナインのクイナさんを使ってて青魔法の強さ、素晴らしさを実感しましたね。こうなったらシックスもやり直して、今まで使ってなかったキャラとかも使ってみたくなったね。そう、じゃあこれ終わったらシックスする？しないと思う。なんでだぜ？ RPG はね、長い、難しい。まあ、長くなりそうだなっていう予感はすんごいするけどね。今の何？セーブしてロードしました。食らった上に倒さないといけないんですよ。危険すぎますよ。でもほら、全部覚えるんでしょ。今じゃなくとも大丈夫です。そろそろ図書館着くぜー。
もうちょいかかるんじゃない？いいんだぜ、ちょっとだし。じゃあ次回は図書館攻略ですね。図書館にはイフリートがいるんだぜ。イフリート？そんなことより128ページさん。え？ああ、128ページさんね。知ってる知ってる。面白い話だよね。小説とかじゃないです。モンスターです。だってエーテル盗めるんですよ。しかも高確率で。そっか、うんうん。なんでそんないい笑顔で優しくうなずくんですか。まるで私がかわいそうな子みたいじゃないですか。やだー。いやだって、エーテルって。せめてフェニオカエリクサーだよなー。そこら辺は入手が難しいんですよ。強かったり確率低かったり。そろそろ帰ろうぜ。あれ？聞いてる？そうだねー。じゃあまたねー。こないだマシュマロクリーム買ったんだけどどうしたらいいんだぜ。コーヒーに浮かべたら？紅茶の方が。ご視聴ありがとうございました。おやすみバイバイ。夕飯食べてかない？ねえ。どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。やってきました古代図書館。ここには念願の回復の壺があります。ああ、ただで利用できる宿泊施設ってやつね。縛り内容は魔法以外買わないなんだぜ。宿代ケチる必要ないんだぜ。何を言ってるんですか。ドラクエ3でもアリアハンに帰って回復していたというのに。テイルズでも宿代高いってぼやいてたわよね。各ご家庭で麻婆カレー作ってればいいのに。ここの学者さんたちはフラグ立てばっかししてくるねー。ここにある本には魔術に関する記述もあるのかね。まあ、あるでしょうね。この人たちはエフリートとどういう関係だったのかね。持ちつ持たれつだったのかもね。ここの館長が召喚師なのかもしれないぜ。何にせよ。穏やかじゃないっすね。あれ？これってエフリートより欲しいって言ってたやつじゃない？違いますよ。ページ数が違いますよ。残念だったな。ほんのページは変わるんですよ。言ってるそばから変わったね。百なんちゃらページ3は出てこないこともあるんだぜ。どうでしたっけねー。気にしたことないですね。あなたに会いたくて。はい、もうお帰りください。あ、これが例の。もういいのか。一つしか盗めませんからね。ひどい、私とは遊びだったのね。ふん、エーテルを持たないお前なんかを誰が相手にするんだよ。悔しい、一生呪ってやる。気は済みましたか？あ、うん。バッチリなんだぜ。じゃあ進めるわよ。なんだっけ、御堂を探すんだっけ？そうです、御堂を探してシドに立ち直ってもらうのです。BGM の説明しなくて大丈夫なのか？大丈夫じゃないですかね。誰か知ってる人がいたら言わずにはいられないと思いますし。めんどくさくなったんだな。字幕担当に言ってやってくださいよ。私は知りませんよ。嫌だぜ。おやつ作ってくれなくなるから嫌だぜ。モンスターの説明しようよ。そうですね。じゃあ32ページさんから。こいつはエアロラを使ってきますね。ラーニングし損ねた方はここでラーニングできます。こんなので炎に弱いです。64ページさんは、レベル5デスを使ってくるので、ラーニングできたらしたいですね。全員5の倍数だと全滅しますので注意しましょう。
エーテルをくねる128ページ3はそれだけで価値があるのに、アビリティの捉える、放つ、で結構なダメージを与えます。さっきちらっと見えていた、獲得アイテムフェニックスのは、64ページ3が落としました。レイズガール今、必要ないのね。必要ないことはないですけど、マラソンするほどじゃないです。それに、64ページ3が出てきてる時に倒さないといけなくなるので効率悪いです。ふーん。イフリートとの戦闘なんだぜ。せっかくなので芝さんも使いましょう。イフリートって本に閉じこもってるんだ。なんでここにいるんでしょうね。重労働が嫌で逃げたとか？ニートに負けるわけにはいかないね。弱点さえつけば楽勝ですよ。前座だしなぁ。魔法剣ブリガラ、黒魔法ブリガラ、召喚魔法芝、イフリート涙目。もう、やめて、顔見ないで。って言ってるようにしか見えない。顔見ないであげて。唯一の救いは、行動が早いってことだけだな。あんまりいじめるとかわいそうだよ。美しい。ガラフは氷のロッドも装備してるから芝の攻撃強化されてるぜ。言いにくいけど、アリスのブリザラもロッドで強化されてるわよ。ロッド大事。イフリートを手に入れたので、当選簿本棚に行きましょう。当選簿か。あの本棚ファイアでも怯えたんじゃないか。イフリートが魔物を選別して焼いてたようだから、人いうかイフリート自身が怖いんだろうね。戦闘でイフリート出しませんけどね。え？なんで？だって、楽勝すぎますし、召喚師に変えるの面倒ですし。いなくても勝てそうだからどっちでもいいんだぜ。イフリートはどうでもいいけど、さっき出てきた256ページ3について、何も説明してないね。そうですね、説明しますか。盗むとハイポーションか忍びの衣がもらえます。落とすアイテムはミスリルシールド。月の笛をラーニングできますが、これは敵が使おうが味方が使おうがプレイヤー側全員がバーサクになる青魔法です。操るとガードオファを使うのでラーニングできます。どうして、覚えようとしないの？完全に裏話になりますが、この時はまだ動画にしてウプしようなんて考えてませんでしたし、魔法以外買わないプレイなんて私にとっては日常茶飯事というか、普通だったので、何も考えずにプレイしております。そうか。ここでシャンムリ頑張らずとも、また来れますしいいんですよ。早く取りダメ分まで行くといいね。第二世界だと？しばらくやってないせいでどこまで行ったか忘れちゃいましたよ、あっはっはっは。そういえば、ここでテレポを使うと面白いことが起こるらしいですよ。面白いこと？何が起こるんだぜ？知らぬ。いや、まあ、お前はその程度だよ、期待してないよ。そうだぜ、やったことあろうがなかろうがどっちでもいいんだぜ、期待してないしな。見切り発車でごめんなさい。いいよ、気にしてないから、期待してないし。そうだぜ、気に病むことないんだぜ、期待してないし。ごめんな。そろそろボスだよ。張り切っていこうぜー。
フ。説明しますよ。開幕使われたマジックハンマーはラーニングできます。盗むと家での小槌かダークマターが手に入ります。他にもかまいたち、糸、海音波、コンシューなど使ってきますね。カウンターでプロテス、ジェル、ドレインを使ってきます。魔法カウンターはトードです。すでに食らってしまいましたね。あ、エスナで治ると気づいたのね。前回はアイテムの無駄遣いだったな。白魔がカエルになったぞ。アイテムないぜ。ま、まあ大丈夫ですよ。ね、勝てましたでしょ。ということで、シドのとこに行ったミドを追いかけますよ。道順は知ってるからシドのとこまでワープ。なんで町手前でワープ止めるのさ。買い物縛りだからですよ。シドが復活したので火力戦が復活しますよ。それじゃあご視聴ありがとうございました。今回はここまでだぜ。また次回お会いしましょう。おやすみ、バイバイ。どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。さっきのは前回と今回をつなぐあらましですね。それは見ればわかるが、今は何してるんだぜ。アクアブレスラーニングじゃないの？そうですね、アクアブレスラーニングしようとしてます。やられちゃったじゃないですか。やだー。なーに、次がありますよ。トライデント盗んだだと？勝たねば、勝たねばならぬ。
ギアッハー。目的が違う。これは？ただやっつけちゃった。これは？レベルアップとアイテム取得しました。お、アクアブレスやっと来たんだぜ。死にたくないでござる。そうか、フェニオは白魔専用になるのか。私としては、白魔使える子二人欲しいですけどね。アクアブレスラーニングできたぞ。聞いてますか？アクアブレスラーニングして落ち着いたので次の街に来ました。さっきだぜ。ついさっき手に入れたばっかりだぜ。つうかこのジジイ、人ごとだと思って。湧き水か。普通怪しみますけどね。水質検査とかしまくったんでしょうか。山が近くにあるとかじゃないか。海水が土でろ過されて染み出してるのかもよ。買うものありませんでした。黒魔法しかないのかな。あの家に入ってみようぜ。銀融詩人さんを邪魔します。銀融詩人さん、私のピアノ聴いてた？なんか教えてもらったけどまだ使えないね。青魔法と違って、歌は覚えるタイミングがシビアなのでお気をつけ遊ばせ。わかってたけど、同じ曲はダメなんだな。そろそろ次に行きたいわね。火力戦沈みましたけどね。何にせよ、一回外に出てみようぜ。もうちょっと街の人と戯れたい。もう十分でしょ、行くわよ。はーい。黒チョコボゲットを。よし、一回シドとミドにごめんなさいしに行きましょうかね。あっさり許してもらったのでさっさと砂漠に行きます。いきなり戦闘だけど、初めての敵だから。新天地ですからね。バトルアクスゲットしたぜ。こいつは文字通りバイオとか放ってきます。マジで、鬱陶しいね。連続攻撃汚い。マジギリギリ。雑魚でこのざまですよ。よーし、気を取り直していきますか。って言った途端ボム先生じゃないですか。やだー。私はボム先生より後ろの頭がどっちかわからないやつの方が気になるぜ。
ダブルリザードさんは、頭を上げてる方がこっち見てる時は通常攻撃してきますが、頭を下げて構えてる時はスリップとか使ってくるいやらしい敵です。あと混乱してもわかりづらい。トカゲさんなので寒いのが苦手です。ポーションを落とします。美味しくない敵だね。街が見えてきたぜ。買い物しないから、街についてもイベント探すだけだねー。魔法屋があったらワクワクしますよ。冒険野郎って、褒めてるのかね。酒場じゃフラグばっかりだねー。これどこのフラグだろうなー。ピアノがありますよ。よし、一通り済みましたよ。下は道具屋だぜ。用事ないねー。店の中の壺も確認したいじゃないですか。魔法屋さんがあったぜ。わーい魔法だー。今度こそ何か新しいのあるかなー。残念、何もない。ジョブ手に入れたから武器や防具は増えてるかもしれないね。意味ないけどな。水の中に隠しアイテムありませんかね？ありませんかね？ありませんでしたね。結構小さい町だったな。建物はしっかりしてるのにねー。もうこんなところに用事はないです。次に行きましょう。出てすぐエンカウント。セーブしたっけ？チョコボ降りたあたりで、っていうかフラグ立てるのやめてくださいよ。爆発しないのかな。ボムさんが自爆するとラーニングできますしありがたいですけどね。そうなのか。あとはポーションしかもらえないですね。うっぱ、バイオソルジャーさんやで。嫌な予感しかしないぜ。大丈夫ですよ、体力も万全ですし。ホーラーとヒットリー。バイオ来たこれ。体力がガンガン減ってくぜ。2連続バイオ来たこれ。やばい、さすがだ。どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。よーし、今週も張り切って攻略しちゃうぞ。前回の終わりは黒糖カエルが出てきた穴に何かあるぞー。トードダークロ魔法トードゲットだー。やったーい。あの、主戦闘？どうした？魔法屋さんに来ましたよー。今度こそ新魔法来ますかね。わっちゃーまた持ってる魔法だよ。とき魔法だよ。どんだけな、なんですか、なんで泣くんですか、悲しくないですよ全然。やらせねえよ。気を取り直して砂漠です。はい、ということでサンドボームさんとの戦闘です。見てください、アクアグレスで一発だというのに青魔導士がいません。プレイヤーはアホです。アホに決まってます。どうしたアホ、アクアグレスしないのか。やめてあげてよマリサ、アクアグレス持ってるのに使わないプレイしてるんだから。サンドボームにアクアグレス使わない縛り、マジっぺーわ。
このように、穴に攻撃するとグラディデが飛んできます。あと、どこにいても後列扱いです。そういやガラフはなんで前列にいるのさ？え？わからないですか？見た目ですよ見た目。あ？見た目ですってば、バッグ以外後列とか見た目が気持ち悪いでしょうが。まあ、いいんだぜ。別にどうでもいいんだぜ。そうね。サンドウォームの特徴はそれだけ？あとは、当たり前のようにスリップ効果のある攻撃をしてきます。さっきのやつね。ユーサカ、厄介ね。アイテムも何もない美味しくない敵ですね。持ってないと分かってて開幕盗むするのは癖か何かなの？ほぼ無意識レベルですね。たまに、あれ盗んだっけ？って不安になります。よし、進むぞ。たまに私をないがしろにするのはなぜですかね？気のせいだぜ。見たことない敵だー。デザートキラーさんは、ユーサ逃げします。ユーサ逃げ？そうです。ユーサでスリップしてくるし逃げるしで鬱陶しいです。あと、アンデッドです。イソギンチャクは？猛毒にしてくるくらいですねー。っていうかデザートキラーはアンデッドか。言われてみれば見えなくもないが初見じゃわかんねえよ常識的に考えてって感じですよね。逃げた。さーて、長いですよこれ。え？マジで？もう話すことなくない？そんなことはありませんよ。例えばこのデザートキラーさんは捕獲して放つという差を使います。ほう？そんだけかい。そんなことはありません、ありませんよ。ホラーの、あれだ、早く出てきてくまさん。紹介したい敵がまだいるのね。出てこないならしょうがないんだぜ。そのうち出てくると思いますけどね。そういや、アクアグレスは無属性って知ってました？え？そうなの？その割には砂漠の敵によく効くんだぜ。はい、私は今一切使ってない状態ですが、砂漠の敵には特効性がありまして、威力およそ8倍です。は、8倍？ええ。しかし欠点もあります。MP 消費が驚くほどでかい。ちょっと考えたんだが、消費でかくても威力高いんなら使った方が楽だぜ。言っても無属性ですよ。特定の敵にしか8倍じゃないんですよ。いいじゃない、砂漠だけで使えば。砂漠だけならいいですよ。でも、この後があるし、しばらく回復できないんですよ。MP がもったいないです。そう、ね、主戦闘だもんね。倹約家ですってば。うおっほー、クマさん来たこれ。クマさんはジャベリンを隠し持ってますので盗むことができます。レアアイテムです。なかなか出さないねー。捕らえて放つとすんげー強いです。クマさんすげーな。至れり尽くせりですね。マリサはクマに愛着あるものね。ねえよ、あれはクマリサで私とは関係ないぜ。クマ？何？なんでもないぜ、実況しようぜ。この組み合わせあったわ。クマさん来ないかな？ジャベリンもらってないんですけど。ここにしか出ないの？一応第三世界でも出ると思いますけど。
結構後回しでもいいやつ多いな。そう思ってると、いろいろ取り逃しますからね。大体は店で買えるはずなんだけどね。あっはっはっは、その選択肢は絶対にない。最後までやり通せるか心配なんだぜ。大丈夫ですよ、多分。多分、多分。絶対。よし頑張ろう。じわーっと頑張ろう。ゴール見えた。ということで、晴れパパ見つけたので、後を追いましょう。それならサリサとレナのパパでサナパパじゃない？サレパパじゃなくて？アイテム落ちてませんかね？そういやさ、なんで買い物縛りプレイしようと思ったの？え？しようと思ったんじゃないんです。これが私のプレイスタイルなんですよ。武器や防具を買うのもいいんですが、その後の洞窟で拾ったり、苦戦してもないのにすぐ次の街で新しいの見つけたりすると、なんかもったいなく思いませんか？思いません。即答っすか。活発なじいさんですね。ガラフはどうやっても死ななそうだよね。そう、だね。イベント多いね。新しいアイテムとか落ちてる予感がする。少しは生命の心配をしろよ。何言ってるんですか。命でお金は買えないんですよ。稲穂ママか。よーし、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。おやすみバイバイ。どうもこんにちは、こんばんは。おはようございます。沈没した火力船発見しました。なんで橋がかかってんだろうね。相変わらず勝手だな。やたら元気ですよね。簡単だなぁ。怖えよ天才、怖えよ。
はい、最も重要なサンゴの剣を盗みました。最も重要？この戦闘の見どころもう終わり？そうですよ、見どころ終了ですよ。危なげなく戦闘終了ですよ。雷属性の武器だぜ。いや、戦利品鑑賞はまだ早いって。クレイクローの説明は？ありません。怒られたじゃないか。だって最後の剣って店で売ってる以外はこいつしか落とさないんだぜ。一緒に喋るな。だって運河に封印されしカーラボスさんの色違いですし、一部に熱狂的なファンがいるくらいだぜ。いるのか、熱狂的なファンが。いますね、エビネタは大好きですからね。よっぽどな縛りプレイしてない限り苦戦することない中ボスってとこがまた愛される秘訣だぜ。私たち程度じゃ脅威になり得ないということね。いやっはぁ、空だぜー。これでどこでも行けるねー。早速だがカット。
あってれい？おっかしいぞ。スーパーデジャブタイム。なんとでも言ってください。スーパーデジャブタイム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 。誰が何度も言えと言いましたか。で、この後どうするのさ。一応噂で聞いた洞窟にでも行ってみようかと思います。フラグ立てまくりだったもんな。まるで行ってこいと言わんばかりにですからね。ここが噂の洞窟ね。行かずともストーリーには関係ないの？そうですね。巡った3カ所の町とか行かずともいい感じでしたね。攻略に関係ない町があるっていいよね。攻略に関係ないイベントがあるのもいいぜ。そうですね。寄り道って楽しいですよね。ここに出る敵は月種類だけ？ナッツイーターとドクロイーターしか見たことありませんね。ドクロイーター強くね。トラウマモンスターの代表ですからね。逃走することもありますが、ナッツさんは雑魚ですしポーションしか持ってませんが、ドクロさんはエリクサーを落としますしテント盗めます。でもあんまし戦いたくないね。魔法で攻撃すると増殖しますしね。増殖だと数匹まとめてニュッと出てくるんですよ。説明だけじゃわからないよ。やってみせてよ。え？トラウマ再びですか？最近の敵はポーションばっか落とすぜ。ポーション73個か。多くなってきたねー。ポーションがカンスとしても戦闘で使わないですよ。買い足さないからボス前とかじゃないと使いそうにないわね。MP 温存のための大量投入だな。今のうちに、ニュッと出る場面を見ていただきましょう。今のか、気持ち悪いな。リスですよこれ、アクティブすぎますよね。気になってることがあるんだぜ。どしたの？マリサ。なんでこれ奥から入ったんだぜ？手前に入り口あったよな。入り口付近には宝箱なんぞない上に、あったとしても空っぽだからですよ、決まってるじゃないですか。主戦闘って効率重視じゃないのにそういうことするよね。時は金なり、タイムイズマネー。はい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 。最奥の宝箱3つを手に入れれば、あとは用なしですよ。アビリティポイント稼ぎするのにはちょうど良さそうだけどね。主戦闘は、アイテム絡んでないと頑張らないからやんないぜ。えっへん。一体何を取りに来たの？ですね。テントとお手裏剣と電撃無知ですね。明らかに本命は電撃無知だな。もっちろん。ちなみに、入ってきたとこは、ただ単にショートカットするだけじゃありませんよ。ほう？何かあるの？今は意味ありませんが、第三世界だったかで何かが起こります。へぇ、ふーん。本当に興味なさげですよね。だってそんな先の話されてもねー。覚えてないだろうし、いるかもわからないし。何を弱気なことを、クリアしましょうよ。動画の存続がじゃなくて、主戦闘が、まさかの首候補。あれ？主戦闘どこ行った？店の人のとこじゃないか？直接交渉とかしたらダメでしょう。せめて実況終わってからにしろって感じだぜ。それはいいんだけど。いいのか？ほら、店の人ってさ、ド S じゃん。そうだな、後輩にギリギリくぐれるかくらいの隙間しかないシャッターを這いつくばってくぐらせた挙句途中で閉めようとしてたしな。喜んでいじめると思うのよね。出番減らされなきゃいいけど。あいつの出番減ったら私たちの出番増えるぜ。裏方に徹してもらおうか。はぁ、ただいま。おかえり。どうだった？裏方に昇進した？昇進ってなんすか、とりあえず現状維持でした。ぜ、あのド S 何か言ってなかったか？倹約家を実況から外したら霊夢とマリサが喜ぶだろうなぁ、だから現状維持ね、って言ってましたけど。
気がつけば、町が一つ消し飛びました。町の下に埋めたのか、偶然上に町ができたのか。偶然を装って町を作らせたんじゃないか？なんでそんな考え方できるのさ。だって、可能性としてはなくはないぜ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。アダマンタイトを手に入れて、アダマンタイマイと戦闘です。カメさんなので寒いのに弱いね。なぜか最初からプロテスとシェルがかかってます。亀だからかな。なんでしょうね。亀さんからはプロテスドリンクを盗めます。あと、亀の甲羅を落とします。え？亀の甲羅？落としたっていうか剥ぎ取ったって感じだぜ。やめて、RPG よ。もろもろ吹っ飛ばしてきました。火炎砲、ね。こいつらは楽な部類です。楽じゃない奴もいるんだぜ。そりゃあもうロケット砲というすんげー嫌な奴がいますよ。こいつらが、ロケット砲ね。火炎砲の時は、火炎砲者ラーニングしてましたが、こいつらの場合は、ミサイルをラーニングできます。ロケットパンチで混乱させられ、ミサイルでヒットポイントを4分の1削られます。混乱していらっしゃるので、殴って差し上げた方がよろしってよ。存じていますわ、マダム。火炎砲と、ロケット砲は、4階席の外観の砲台でランダムエンカウントです。全部で4つですけど、この2種類しかいないので他は割愛します。ごめん遊ばせ。さて、今回のメイン、ソルカノン戦です。ソルカノンは、ランチャーを携えて、プレイヤーの行く手を阻んでおります。さっきの、ロケットパンチにモーション似てたけど、効果違うの？いいとこに気づきましたね。あれはヒットポイントを半分にするのは同じですが、追加効果は、老化です。老化？学校ごとに決められた歌を歌うやつ。それは効果。違うぜ霊夢、荷物を入れる箱状のやつだぜ。それはロッカー。それは温暖化。遠くなっとる。老化ですよ老化。年齢を重ねるあれですよ。知ってる。あれ？これは涙？バカなことしてる間にピンチですけど。そうだぜ、バカなことしてるからピンチだぜ。誰がやり始めたと思ってるんですか、まったく。それで？ランチャーって何をくれるの？え、今立て直しで忙しいんですけど。ちょっと答えるだけだぜ、両立できるぜ。落ち着いたら教えるからマジで。ほんと、お願いします、勘弁してください。どうせやられるって。何を不吉なことを、うわぁ。
頑張りまーす。さっきのは、どれか勝利してないとダメだったんじゃないの？途中で、どれも勝利しないフラグには気づいたぜ。いいんですよ。明日から頑張る。おせえよ。今だけ頑張ろうって気にどうしてなれないかな。今だけ？今だけでいいんですか？今日だけ頑張る。今だけ頑張る。お、毎日続けたらいいのよ。霊夢の口から、そんな言葉が出てくるなんて、槍が振るんじゃないですか？上がダメだと下が育つって言うじゃない？下がダメだと上がしっかりするな。つまりそういうことよ。ごめんなさい。実はスローが効きます。なんで使わなかったのさ。失念。コウマ館に捨てに行こうか。ボッコボコにされるからやめときなさい。人を粗大ゴミみたいに言うのやめてくださいよ。あのね、粗大ゴミは、その末路をたどる前に人の役に立ってたのよ。一緒にしないでよ、失敬な。ゴミ以下ですって？ずっと見ててわかると思うんですが、波動砲を撃ってくるまでに少し時間がかかります。戦闘開始直後から波動砲までには、7ターン使いますが、その後は4ターンで波動砲が来ます。じゃあ最初に波動砲が来る前にスローやらヘイストやら万全にした方がいいのか。7ターンで決着をつけるのもありじゃないか。それぞれ戦い方がありますね。回復薬を増やして長期戦に持ち込むなんてナンセンスですね。あっはっはっは。ほっといてくれ。まだ革製品愛用してるんだぜ。防具とかってあんまし拾わないからしょうがないけどね。俺杖したくないの？俺杖も魅力的ですが、弱い敵にやられてね。今どんな気持ち？もしたいです。ああ。あんたにだけは、あんたにだけは言われとうないわ。他に特徴ないんだぜ。そうですね。ランチャーさえ倒してしまえば、波動砲だけなので立て直しが楽ですね。あと、火炎砲とかもそうですけど、機械系は総じて雷に弱いです。わかりやすいっちゃわかりやすいけど、ねえ。ランチャーいないし回復3人もいるし、安定してるんじゃないか？ガチで勝ちに行ってて必死すぎよね。ガチで勝ちに行くなら全員黒魔法か魔剣士にしてますし。言い訳をつ。かっこ悪いことこの上ないぜ。4倍速でもこの長さ。5回負けてるからな。いいんですよ。経緯はどうでもいいんですよ。敵回復してどうするのさ。疲れが見え始めたな。ほっといてくれ。エリクサー使うねー。これが終わったらまた乱獲に行くからいいんですよ。まだ十分持ってるぜ。でも、これでもケチって使っちゃう自分がいますし。マジかよ。確かに迷ってる時もあったぜ。いやっはー。当然回復とセーブ優先ですよ。はいはい、おつおつ。タンパク。それじゃあ今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。次回も、お暇な時にでも見てください。おやすみバイバイ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。これは前回終了時のステータスです。で、これが現在のステータスです。ジョブから見ていきましょう。ちょ、時間とかおかしかったぞ今。何これ気持ち悪い。マスターした数半端ねえよ。まあ何したかっていうとですね。エリクサーを集めました。一緒に革の靴も集まりました。集めすぎってレベルじゃねえぞ。12時間増えとる。ずっとエリクサー集めてました。今から論解析か。もちろんですよ。風の神殿から出てないんですから。レベルも上がったしサクサクじゃねえの？いやー、レベル上げしてたわけじゃありませんからね。最初のダンジョンみたいなもんだものね。この論化ナイトは、攻撃力は高いです。攻撃力はって？ミスリルシールドを落としたりします。ストーンドマスクからは、
金の針を盗めます。その金の針で一撃です。やだやだ、金の針使って敵を倒すなんてもったいないよ。論解石にはどんなアイテムが落ちてるんだぜ？そうですね、ゴールドアーマー、ゴールドシールド、5000ギル、手裏剣、古代の剣、炎月輪、パワーリスト、あとは消耗品を少々ですね。装備してるアイテムが99集まって、装備してるやつ外したらどうなるか知ってる？異次元に消えてしまうぜ。ジョブ変えた時自動で最強装備になり、勝手に装備が外されたりして消えるので知ってますよ。意地悪言わないでくださいよ。無駄が多いやつだぜ。宝箱のエリクサーも異次元に。ちゃんと使っていこうと心に誓った瞬間ですよ。さっきの機械チックな敵は何？これのことですね。こいつは旋風魔人、暗闇の弓矢を落とします。攻撃は？早すぎて説明が追いついてませんね。旋風魔人の攻撃は、打撃、エアロラ、あとはホワイトウィンドで回復ですね。操ってホワイトウィンドをラーニングすると後々楽ですね。前から思ってたんだけど、操ったらとか説明する割に、操る気ないよね。今回は盗むすらないぜ。ちょっと、疲れてて。エリクサーのせいですね、わかります。なんか見落としとか多くないか？そうよ、いつかのリックスでも歌取り忘れてるし。あれって今じゃないと取れないんだぜ。もう第二世界行ってるんでしょ？どうするのさ。大丈夫ですって。ちゃんと取ってますって後から。そんなことよりですね、まだモンスターの説明し終わってないんですよ。じゃあ、ラミアの説明からお願いします。ほい来た。ラミアからはラミアのティアラを盗めます。盗むアビリティつけてないじゃないか。細けいことはいいんだよ。まったく細かくねえよ。ラミアのティアラは魔法防御力が高く、踊り子が装備すると剣の前発動率が上がり、混乱耐性のある数少ない防具だったりするだけだ。最高じゃねえか。ラミアってここにしか出ないの？確か他にも出る場所があると思います。じゃあその時取ろうぜ。ほぼラスダンですけどね。あっはっはっは。ダメージからは詩人の服を盗めます。ヒュドラは竜の牙を落とします。めぼしいものしか解説してませんけどいいですよね。解説と内容が一致してないんだけどね。ボス？あっちの宝箱取ってからボス行きます。言い忘れてましたが、ラミアさんからはハリセンボンラーニングできます。操ったりしたら。操ったりって、放つとかも？そうですね、操ったり放ったりでラーニング、意外と多い手法です。言う割に操ったり放ったりしてないぜ。宝箱回収シーンだぜ。ここは真正面から行くと落ちるので、このように迂回してください。このラミアは宝箱から出てきたの？ただの通りすがりです。ボス前に戻ってきました。ちょっと確認してから突入しましょう。よし。いや、やっぱもうちょっと。はよう。お待たせしました。アルケオエイビスさんです。直前でパパ王が言ってたように、弱点を変える性質があります。されパパじゃないの？どうでもいいんだぜ。こいつはちょっと癖のあるモンスターです。最初の段階だと属性ないのですが、1600くらい与えたところで次の段階に移行します。最初の段階で倒すことはできないの？スリップ攻撃をすればできますよ。その場合落とすアイテムは巨人の薬ですね。ちょっと浮いてるので地属性攻撃は効きません。風弱点です。スリップを使ってくるうちは、まだ初期のままです。レベル19なので、次の段階になってますね。属性は氷なので、ブリザード系で攻撃すると回復します。レナは氷の弓矢持ってたんだっけ？
ちなみに初期だとレベル21でした。ショット最終以外でやっつけたことないので、落とすアイテムはよくわかりませんが、それぞれ違うと聞いたことがあります。攻撃方法が変わったら、3段階目に移行してます。何をしてくるんだぜ？炎、尻尾、ですね。ってことは属性は火か？はい、火属性吸収します。もう第3段階ですね。あとどんだけあるのさ。確か、4段階目に雷が来て、最後に氷、火、雷、風、だった気がします。じゃあ次は雷属性吸収するのね。そうですね、攻撃方法も、稲妻と爪、になりますね。属性変わるなら姿も変わればいいんだぜ。わかりにくいですよね。稲妻攻撃してくるようになったね。最終的に、レベルは20で、体力は2500に落ち着きます。もしかして、レベル5です覚えてたら瞬殺？もしかするとそうです、覚えてませんけどね。図書館で覚えていれば。いいんですよ、どうせ楽勝なんですから、最終段階はわかりやすいですよ。なるほど、復活するのね。ここから火、氷、雷、地、風、が無効化されます。吸収じゃないのか。そのようですよ。攻撃方法は通常攻撃、稲妻、キバ、炎、巻き付き、ブレスウィング、ミールストーム、と多彩になります。戦闘が長引くだけの敵だぜ。一応強敵のうちに入るはずですけどね。今更だけどさ、なんで魔法剣士なのに古代の剣持ってんのさ。魔法剣がかからない武器とか、そういうの、忘れてたわけじゃないんだからね。今回は属性変えないし、いいんじゃねえか？今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。おやすみバイバイ。どうもこんにちは。こんばんは、おはようございます。ゆっくりしていってね。はい、今日は一人です。実に静かですね。いろいろもろもろのイベント吹っ飛ばしてここまでやってきました。こっからもガンガンぶっ飛ばしていきますよ。あらすじとしては、隕石を動かしてガラフを追いかけようっていう。ただそのためには、落ちた隕石全部にエネルギーを注いで、パワーの中心に行くというもの。パワーを注ぐために毎回モンスターと戦うことに。その戦闘だけをお見せする形になります。今日は、一人、です。一人でできるもん。今日はあの二人が遊びに来てないので一人っていう話なんですけどね。魔物がいるからなんだよ。退治してなりなんなり最後まで言えよ。そうそう、遊びに来てないって話でしたね。一体何してるやら。最初のモンスターは召喚獣タイタンです。勝てば召喚獣として迎え入れることができます。大地のハンマーを盗みますが、今回は盗みません。個人的な理由なんですけど、斧系の武器が好きじゃないです。低レベルクリアにはなってはならない存在の大地のハンマー、私は頼りません。っていうか防具くれよ。タイタンはアースシェイカーを使ってきますが、レビテトで回避可能です。今はまだ覚えてないので北の山にいるニャンコ、ゲイラキャットを利用しましょう。混乱させたり操ったりすることでレビテトをかけてもらえます。死に際にもアースシェイクしてくるので気をつけてください。
さあ次に行きましょう。隕石の順番は自由です。なので戦うモンスターの順番も自由です。フラグをきっちり回収して捕まってる二人を助けましょう。一回回復してから来てもよかったですね。もちろん、風の神殿か図書館の壺で。開幕アクアブレスしてきたキマイラブレイン。氷吸収します。ミサイルが有効だったり、スローやストップなど、様々な状態異常も効くので苦戦する方は試してみるといいかもしれません。混乱とか待ちとか眠りはさすがに効きませんけどね。魔法かからない古代の剣を未だ装備してたまに魔法かけちゃう不思議。なんて言ってる間にピンチですよ。へへ、大丈夫大丈夫。そういえばこいつからは、ウィンドスピアを盗めますよ。盗む気さらさらないんですけどね。こんにちは。お邪魔します。チッス、やってる？相変わらずお菓子溜め込んでるなぁ。これ食べていい？いらっしゃい。実況終わったら食べていいので落ち着いてください。ってそうそうなんだけどさ、死にそうじゃん。大丈夫ですって、いけますいけます。私たちがいなかったから調子でなかったんだぜ。調子も何も、いつもこんな感じじゃん。言いたい放題ですね。一人でも大丈夫なんですけどね。ふふん、そんなことはかけらもありませんよ。あ、紅茶ありがとう。ダージリンはストレートに限るぜ。聞いてますか？いつも私をないがしろにしすぎですよ。そうですね、それは同意しますが、実況しろ。どうせ負けてもっかいでしょ。次の戦闘からそっち行くからお構いなくだぜ。今日寒かったねー。こたつがあったかいぜー。マジで？あ、ほんとだ。何どうしたの？フラグ立ててたぜ。戦い方も適当だし、主戦度のくせに盗むアビリティつけてないし、ウィンドスピアも大地のハンマーも使わないのでいりません。そんなもののために時間なんか使いたくない。こないだメスイグイが2匹生まれたよ。マジで？1匹嫁にくれ。なんでそう話を切り替えるんですか。おかしいですって。買ったからいいじゃん。うっぱピュロボロスだ。みんなのトラウマですね。必ず団体様で行動しており、死に際にアレイズしてきます。死に際ってファイナルアタックの方が聞こえがいいぜ。ファイナルアタック。それでファイナルアタックとやらを食らわないようにするにはどうするのさ。いくつか方法があります。自爆させる、全体攻撃で一気にやっつける、眠らせたり沈黙させるなどなど。今回はどの方法を取るんだぜ。そうですね、まずアレイズを使わせます。はぁ？アレイズを使う様子を見せて、最終的に沈黙させてからやっつけます。わざわざ過酷なことをするんだぜ。いいんじゃない？見たことない人もいるかもしれないし。持てばいいけどな。一回死んでからやり直してもいいと思うの。アレイズさえ見れれば。アレイズまで持つかどうか。なんでそう失敗する方向に話を進めるんですか。一回で決めてみせますよ。フラグじゃありません。ほら、あと一匹ですよ。これさ、苦戦する人はどうしたらいいの。いっぺんにやっつけるなんて案外難しいぜ。ちょっと前に手に入れたタイタンさんを2回ほど泳ぎ立てすると、あっという間に片付きますよ。浮いてんじゃん。
浮遊属性じゃないので、見かけ倒しです。ずっと浮いてると思ってたぜ。つうか、軽い気持ちでアレイズ見せるって言ったけど、これやべえな。アレイズ、全体にかけるんだったな。最後の一匹以外見事に自爆したもんね。この状態でとどめを刺し続けると、延々とファイナルアタックしまくりますよ。今更だが、装備変えてないのに魔法剣使えてるぜ。本当に今更だけど、そうだね。あらら？どうしてでしょうね、おかしいな、今度確認しますね。なんで聞かないと思ったんだろうな。恥ずかしい。戦闘が適当っていうな。こうなったら意地でも勝たねば。ここが終わったら、とうとう第二世界か。いやちょっと、感慨深くなるのもいいですけど、まだ終わってませんからね。プレイ再開しないとね。ほったらかしすぎてひどいことなってそうだぜ。操作とか忘れちゃうもんね。相性とかな。縛り内容だけは破らないようにしないとね。それは大丈夫だぜ、日常だからな。そっかー。いいから、今そういうのいいから。何よ、ピンチじゃない。ちょっと目を離した隙に情けないぜ。目を離しすぎじゃないですかね。一人でできるんでしょ？最初からいないのと、いるのにないがしろにされるのはまた違いますし、実況中なんですから集中してくださいよ。前、ピンチの時話しかけたら、怒ったじゃん。一体いつの話ですか？昔のこと根に持ちすぎじゃありませんか？霊夢がかわいそうだぜ、謝るべきだぜ。意味わかんねえ畜生がごめんなさい。あったいつきすぎじゃないですかね。謝る意味わからないのに謝るなんて心がこもってない証拠だぜ。どうしろろちゅーんじゃあ。後のせサクサクなんだから編集すればいいんだぜ。それは、言っちゃいけないやつ。なんだかんだ言って粘るね。ここで死にたくないでござる。低レベルでボスに挑んで粘り勝ちしたこと何回かあるよな。ゲームによりますけども、使えるものは何でも使え状態でしたらいけますね。今回は使えるもの限られちゃうけどね。使えないんじゃない、使いたくないんです。サイレスかけたな。あとは全員でフルボッコするだけですよ。またアレイズされたらウケるわ。サイレスかけてますから大丈夫ってじゃあ。プークスクス。笑っちゃ悪いぜ霊夢、プクク。勝ったのに負けた感半端ねえっす。そんじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみバイバイ。こんにちは、こんばんは、おはようございます。第二世界行く前の準備をしますよ。冒頭の長いイベントはバッツの故郷の宿だぜ。それで今から何するの？召喚獣、ラムを仲間にします。なるほど。一定のダメージを与えると、
どういう仲かは知りませんが、ラムゲット。窮地の中ってやつだぜ。イベント見ましたし、歌うも覚えましたし、最終チェックして次に行きましょう。なんであの時撮らなかったのさ。あの銀融詩人、思い出のオルゴール聴いて作った曲ですって、誘惑、渡してくるんですよ。あのタイミングでもらいたくない心情わかりますよね。覚えたものはこんな感じです。そういや、メリークリスマス。なんですか突然、日本語で話してくださいよ。メリークリスマス。何ですか？何かの合言葉？ちょっと意味わからないし怖いんですけど何ですか？宗教の話は荒れるのでやめてくださいよ。やめてー、哀れみの視線が痛い痛い。どうせぼっちなんでしょ？ゆっくりたちが一緒にパーティーしてあげるわよ。パーティーな。ぼっちじゃないんですけどね。またまた、見え張っちゃってー。いとこ家族が来るので忙しいんです。やめてー、哀れみの視線が痛い痛い。という間に到着しました。この小島にはテントを必ず落とすパオというモンスターがいて、そいつしか出てきません。もちろんです、レナが3回休もうって言ったら休みます。99回戦うとか言い出すかと思ったぜ。テントはいいんですよ、エリクサーありますし。今何個だっけ？8個くらいあった気がしますよ。3回くらい、休もうって言われた頃です。21個になっとる。いきなりですが、負けても進むイベントが始まりました。バック一人で勝てますかね？大丈夫かな？負けても進むなら問題ないね。体力を一桁にするハリケーンとか使ってきますからね。あと、大地の衣を盗めますが、戦闘に負けると没収されます。ケチだな。倒せばエーテルを落としますよ。使わないじゃん。エリクサーがありますからね。やっつけたね。そうですね、なのにイベントは通常営業ですからね。罠すぎる。宝箱に仕掛けがしてあると分かってても開けてしまう。ついつい開けてしまうんだ。
イベントぶっ飛ばしてセーブをカットしました。ガラ不可欠。なんでバッツたちがあの孤島にたどり着いたこととか、ガラフの仲間だとか気づいたのかね。ギルちゃんがいたからじゃないですかね。姑息で卑怯な。そこまでしないと勝てない相手ガラフ。そこまでして勝ちたい相手ガラフ。戦闘あるのね。タランチュラは糸攻撃がうざいので余裕ない人は逃げた方がいいですね。他にもモンスター出てきますけど、出てきたらご紹介します。いやー、うっは、うぜー。余裕ない人は逃げましょう。あります、楽勝です。動き遅いくらいどうでもいいんです。一体何がガラフを強くしたのか。本当に余裕だぜ。ギルちゃんいるし、ポーションカンストしてますし、使っていきます。いいと思うぜ。ギルガメッシュにも怠慢で挑むのね。ギルは逃げ腰なので楽勝ですよ。ギル戦が終わったら、終わりにしたいと思います。時間か。え？残り時間、え？イベント込み込みですよ。せっかくなので戦闘は等速です。瞬殺すぎる。負け犬の遠吠えが聞こえたぜ。それじゃあまた次回お会いしましょう。おやすみバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。